一番大工さんの働く姿を見て感動します。朝から晩まで一心不乱に働いている姿を見て15歳の時に感動します。その時に考えたのが、建築やるならこの中に住むようになってくると、だんだん建築が多かったような気持ちになると。本を読んでるうちに、そこでコンクリートの材料で打ちっぱなしの建築をいくつか作る中で、建築というものの作り方を学びます。だから作りながら学び、作りながら学びしていく中で、いつも新しいものに挑戦したいと思ってました。砂漠の中に建築を作る、この建築というのは、これがもう難しい。